はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、シェイカー編。この動画では、シェイカーの基本的な持ち方と振り方についての解説をしていきます。このゼロから始めるパーカッションというのはシリーズでですね、続けて見ていただくと、だんだんレベルアップ、ステップアップできるような構成になっているんですけども、まあ初心者の方でですね、とりあえず、シェイカー振れるようになりたい、まあサクッと習得したいという場合は、この動画だけ見ていただければ大丈夫となっておりますので、これを見て練習してみてください。 はい。シェイカーという楽器は密閉された容器の中に、つぶつぶとしたものがたくさん入っている。というめちゃくちゃシンプルな構造の楽器です。で、この楽器の鳴らし方もですね、大きく分けると基本的には2種類しかありません。2種類だけ。で、その2種類何かというと、一つはですね、この中のつぶつぶを容器に対して擦る音です。こんな感じです。 はい。えー、これが一つ。で、もう一つはですね、中の粒々をこの容器に対して当てる方法です。こんな感じ。はい。こう、チャットですね、少し歯切れのいい音が出てたと思うんですけども、これがもう一つの当てる音です。でこの二つの音をいろいろ組み合わせることによって、 みたいな感じでいろいろなリズムを生み出すことができるんですね。まとめると、シェイカーには基本2つの鳴らし方しかありませんと。1つは擦うと。で、もう1つは当てる音。この2つをいろいろ組み合わせることによってリズムを生み出していきますと。なので、この2つの鳴らし方さえですね、コントロールできるようになってしまえば、すなわち、このシェイカーっていう楽器を自由に演奏できるということになりますよね。なので、まあ今回はその特化かかりとして、基本的なやり方についての解説をしていきます。 はい。ではまずはシェイカーの持ち方からやってみましょう。えー、全然難しくなくてですね、親指と残りの4本指の指先で、このシェイカー本体を自然に支えるという、もうこれだけです。こう、落っこってきたのですね、こう自然にキャッチした時のような手の形です。で、この時、指先でですね、こうギュッと力を入れてしまったり、こう手でですね、ギュッと握ってしまうと、 こうちょっとシェイカーの音があまり鳴らなくなってしまうんですね。ちょっと詰まった感じの音と言いますか。こういう音をあえて出したい場合っていうのもあるんですけれども、まあ基本的にはこの楽器本体もですね、自然になってほしいので、軽く指で支えるだけにします。で、これをこのまま、こう前後に振って鳴らすわけなんですけれども、こう振るときにですね、この本体が、こう、 余計に動いてしまったり、斜めになってしまうと、中のつぶつぶがですね、もうあっちゃこっちゃいってリズムにならないんですね。なので意識としては、この中のつぶつぶが容器の中でなるべく均一に伸びてる状態を作ります。つまり、こう、どっちかにつぶつぶが偏ったり、振るたびにですね、もう右に行ったり左に行ったり、あっちゃこっちゃしないようにしたいってことですね。で、そのためには、この、 シェーカー本体をですね、なるべく水平に保ちます。水平っていうのはこう、地面とまっすぐな状態ですね。で、この状態がキープできれば、こうずっと均一な音が鳴らせる。まあ、それすなわちですね、リズムが生み出せるということになります。で、小ぶりなシェーカーならいいんですけども、大きいシェーカーとか、この筒が長いシェーカーの場合はですね、ずっとこの水平をキープするのが結構難しいと思います。 で、この水平キープちょっと厳しいなという場合は、持ち方の方をちょっと変えてみてください。僕のおすすめの持ち方はですね、このまま、薬指と小指をシェーカーの下に持っていきます。こんな感じです。で、人差し指と中指を軽く開く。こう、V を作るような感じで、軽く開いてあげると。で、こうすると何がいいかというと、親指と人差し指、中指、薬指の4点でシェーカーを支えられるんですね。 で、4点で支えるとかなりこの水平キープが楽にできますので、まあ、こう、普通に持ってみて、この水平がなかなか保てないという場合はですね、ぜひこの持ち方も試してみてください。はい、では続いて振り方やっていきます。まずは擦る音からですね、振って鳴らしていきましょう。シェイカー軽く持ちましたら、肘から先の腕を垂直に、地面からまっすぐに構えます。これが基本のポジションになります。で、ここから前後に、 同じ分だけシェーカーを動かして振っていきます。つまり基本の位置から前に5センチ動かしたら後ろに5センチ。前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ。という風うに振っていきます。で、この時ですね、この肘から先のこの腕の動きしかしていません。つまりこの手首は 動かさずに固定した状態。まあ、この肘から先をですね、前腕って言うんですけども、この前腕を前後にこうパタパタパタと動かしている。この動きだけです。でこうシェイカーを持った状態で、前、後ろ、前、後ろとしばらくやってみてください。はい、今こう。 前後にシェイカーを動かすことによって、シェイカーの下の部分、底の面をですね、中のつぶつぶが擦ってるわけですね。こう、前、後ろ、前、後ろと、動くときにザッ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 って。で、最初のうちはこのザッ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 ていうですね、音の感覚がなるべく一定になるように練習してみてください。で、コツとしましては、最初のうちはなるべく小さく、楽に動かす。 最初からこう、あまりこう、大振りになってしまうとですね、もう中の粒々コントロール不能になってしまいますので、最初はもう楽に、小さく、ざッざッざッザ,ッザ,ッザッと、動かしていって、慣れてきたらだんだんこの振りの幅を大きくしてみる。 という風にしてみて、コントロールの練習をしてみてください。はい、では続いてもう一つの音、当てる音をやってみましょう。えー、こする音の時はですね、こう、楽に軽く振っていたのに対して、当てる音の時はですね、反対に少し勢いをつけてあげて、この中のつぶを同時にシェイカーの壁面に当てて、チャッ、チャッとですね、鋭い音を鳴らします。 はい。擦る音の時の大体倍ぐらいの距離を一瞬で動かすようにして、チャッ、チャッ、チャッと鳴らしてみてください。はい。できましたでしょうかこの、チャッっていう音がですね、鳴るようになりましたら、いよいよ擦る音と当てる音を組み合わせていきます。基本はずっと擦る音。これをキープしています。で、これをキープしながら、 時々ですね、当てる音を入れていくというわけです。今、one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four と、カウントをつけて、one, two, three, four のワンだけ当てる音にします。つまり、one, two, three, four, one, two, three, four, one. 当てる、こする、こする、こする、当てる、こする、こする、当てる、こする、こする。 ですつまりですね、1,2,3,4の1の時だけ少し距離を大きく動かす。で、このチャっていう音を当てて鳴らしてあげる。で、その後の2,3,4はもう軽く楽に、2,3,4と動かして擦る音を鳴らしてあげると。1だけが大きく動かす。1。で、2,3,4は楽に。2,3,4。1,2,3,4。1,2,3。1, 2. 慣れてきたら、だんだん、テンポを上げていきましょう。 はい、いかがでしょうか以上がシェイカーの振り方の基本になります。もうここまでできてしまえばですね、もう十分音楽の中で使えます。で、あとはこの鳴ってる音をいかに均一にコントロールするかっていうですね、練習をしたり、いろんな速さで振れるように練習してみてください。で、次回以降はですね、もう少し複雑なリズムだったりテクニックっていうのを紹介していきますので、そちらもお楽しみに。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションに関するレッスンや情報発信などをしておりますので、ぜひチャンネル登録やシェアなどよろしくお願いします。 それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。